今回ご紹介するのはタガリスの手巻き時計です。スイス製ロービートのメカニカルムーブメントを搭載したヴィンテージコレクション。トリプルサインのタガリス刻印が揃う今は存在しない本格機械式時計です。サイズ、ラグ幅18ミリです。ケース径は約33ミリ、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約41ミリ、厚さ約9ミリ、風防含むです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。精度、日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、文字盤はヘアラインのシルバーカラー、細身のアップライトインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、パールドロップのミニッツメモリなど時代を感じる洗練された風防デザインです。ケースはスナップバックのラウンドフォルム、バンドは社外製レザーストラップを装着しています。時計ファンに愛される古き良き時代の貴重なスイスメイドウォッチです。コンディション、ダイヤル、文字盤、軽いシミ、汚れが認められます。特に目につく大きなダメージはありません。文字のかすれ消えもありません。針、インデックスは軽く経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷、汚れが認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風防、すれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製、使用感、劣化があります。微状の中留めはやや短いです。
時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。